日本とポーランドの関係では、日本とポーランドの関係について外説する。田中義和首相、ポーランド中佐、バツラフ・イドル・ゼーエビチ、1928年に、ポーランドで活躍した、岡田圭介提督1929年に、ワルシャワでポーランドと日本の軍将校日本人が、初めて、ポーランドを初めて訪れたのは1892年2月であり、 福島康政少佐が訪れている。福島少佐は、ユーラシア大陸を488日間かけて、横断する途中ポーランドを通過し、少佐はポーランドに監視したの歌を読んでいる。寂しき里に出たればここは、伊豆子と尋ねしに聞くも、哀れやその昔滅ぼされたる、ポーランド、福島康政1904年には日本に、j ピウス付き、アールドモフスキという二人の政治指導者が、 来日している。ロシア革命、ドイツ革命の混乱期、ポーランド第二共和国の原種は、独裁的なユゼフ・ピウス付きとなった。1919年には、第一次世界大戦が終結し、同年7月には、ワルシャワ大学に初めて牧団儀ヒテルにより、日本語講座が開設された。1920年、日本政府、日本赤十字社は、 ウラジオストックから765人のポーランド人、シベリア孤児を救済している。1922年に皇族折衝となった昭和天皇は台湾事業交際、関東州事業交際を発行するとともに、ポーランドとの間に日本国派乱国間通商公開条約を締結し、物資の輸入に努めた。日並協会も組織されていた。戦後、 日本はポーランド人民共和国を承認し、日本とポーランド人民共和国との正常な関係を回復するための条約が調印された。1967年には、三木武雄外相がポーランドを訪れたのを機に、日本、ポーランド経済混合委員会が発足した。1987年1月、中曽根康弘が日本の首相として初めて公式訪問し、同年6月に、 国家評議会議長ヤルゼルスキーが日本を訪れた。1990年1月には首相、海フ都市キがハンガリーと共にポーランドを訪問した。2008年にレフカチンスキ大統領が訪日した。2009年には国交樹立90周年を迎え2019年は100周年であった。ポーランドと日本の間の経済貿易関係は大いに発展している。 ポーランドには約300社の日本企業がある。ポーランドでは19世紀末になるとフランスなどの影響を受け、文学、美術、民族学などを中心に日本への関心が芽生え、日露戦争後には盛んになった。ポーランドに移住する日本人ピアニストも多く、特にショパン国際ピアノコンクールへの参加者は年々増えている。ありがとうございます。